君たち二人には今日から投手陣のメニューをこなしてもらうわ。練習量はみんなの倍になるけど、頑張って。フリア君、あなたは来週の関東大会に登板があるかもしれないから、みゆき君とセットプレーやサインの確認をしておいてね。はい。レイちゃん、こいつ球威はあるけどコントロールは全然っすよ。ん？あと毎日100球は投げ込んでスタミナも強化しなきゃな。あら、古谷くんの球受けたことあるの？自分はみゆき先輩の指示に従います。久しぶりに聞いた自分の投げた球がミットに収まる音。どうした？お前が投げたいって言い出したんだろ、遠慮しねえでガンガン投げてこいよ。ここを選んだこと間違いじゃなかった。よろしくお願いします。なんだよ、今日は素直だな。最初はこのくらいがいいかと。この野郎、こいつらいつの間に。沢村君には3年生のクリス君と組んでもらうわ。リード面やマウンドでの心構えを教えてもらって。待てよ、不公平だろ。俺だってみゆき先輩に受けてもらいたいのに。気が合うな。俺だってお前みたいなやつと組みたくない。滝川クリス優太、よろしくな、ヘボピッチャー。